松井愛は毎日放送所属のアナウンサー。本名、磯田愛。大阪府大阪市住吉区出身。血液型大型。既婚で一児の母。愛称は愛ちゃん。大阪府立住吉高等学校、港南女子大学を卒業後、1993年に毎日放送に入社した。同期入社のアナウンサーは古川慶子。高校時代に、 重厚のミポリンと呼ばれたり、20歳で大阪今宮恵比寿神社のミス福娘、大学在学時にミス、高難女子大に選ばれたりするなどの美貌の持ち主。現在では同神社で特定の1名をミス福娘に選んでいないことから、出演番組や自己紹介では、東海恵比寿、福娘、ミスコンテストの話題が出るたびに、福娘の中の福娘であったことを強調している。 毎日放送への入社前に一時フリーアナウンサーとして活動していた古川は松井がミス福娘に選ばれた際に他局のニュース番組のリポーターとして松井を取材していた毎日放送への入社後は MBS テレビの情報番組や MBS ラジオの生ワイド番組で進行役やアシスタントを務める機会が多いテレビでは2014年10月からセア年で 今週の気になるお金の進行を任されていた。ラジオでは2008年から緊急地震速報の告知 CM、2012年1月からクロージングのナレーションをそれぞれ担当。2013年のナイターオフ期間にはアシスタントとして数々の大物芸能人と共演してきた経験を変われる格好で地震初のレギュラー間番組である生ワイド番組、 松井愛の少し愛してが金曜夜に放送された。同番組は2014年春からタイトルの末尾をからに変更するとともに毎週金曜日の夕方に通年で放送。2015年春からは毎週月から金曜日午前の生愛度番組に発展している。2016年にはサンキュー・ハッピートゥデー MBS ラジオの歌を収録した際に 先輩アナウンサーの上泉雄一と共にリードボーカルを任された。結婚後の2003年には産休を取った上で第一子を出産。産休から復帰した後も子育てとアナウンサーとしての活動を両立させている。なお、指揮者の西本ともみは中学時代の同級生。2011年3月まで毎日放送で同僚だった八木崎は 住吉高校の後輩である。なお、2015年4月から2021年3月までは土曜日にテレビ、月から金曜日にラジオの生放送番組へレギュラー出演。週に6日連続で生放送へ臨んでいたため、定時ニュースのシフト勤務から外れるなどの措置を通じて平日の勤務時間を調整していた。もっとも2019年末からは体調を崩しがちで、 当初から取得を決めていた休暇以外の期間にも上記の番組を急遽休演する事態が相次いでいた。新日本放送時代の1959年3月1日からテレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた毎日放送は2021年4月1日付でラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は移管を機に テレビ単営局へ移行したが、松井はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で、株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。遺憾の直前に、セアネンを降板してからは、レギュラーで出演する生放送番組を、松井愛の少し愛してに限っているが、定時ニュースの勤務シフトには復帰していない。 スポット CM 扱いで放送されている緊急地震速報関連の告知には2019年2月まで松井のアナウンスを収録した音源が使われていた。ありがとうございます。